はい、こんにちは、レトスノーモです。今回なんですけれども、容積率の基本について解説させていただきます。今回は容積率についての解説で、これまでは憲兵率を解説してきました。で、容積率って何なのかというと、敷地面積に対してどれくらいの延べ面積を持った建物を建築できるか、これを数値化したものが容積率なんですね。これをね、見ただけでもなかなか意味がわからないと思いますので、ちょっとこちらの具体例を見ていただきたいんですね。例えば、敷地面積がまず100平米だったと仮定します。で、この上に建物があって、この建物の床面積、2階建ての建物と仮定してですね、2階建てと仮定して、1階が50平米、2階の床が50平米だったと仮定します。で、そうすると、この延べ面積っていうのは、床面積の合計を表します。つまり、この建物の延べ面積っていうのは、50たす50で100平米なんですね。100平米のこれ建物ってことなんです。延べ面積が100平米の建物。で、この場合、容積率はどれだけなのかっていうと、容積率は敷地面積分の延べ面積で表すことができるので、容積率イコール敷地面積は100平米。延べ面積は100平米だから100分の100で、これイコールこれ10分の10ですよね。容積率も一般的にパーセンテージで表したりとか10分の何々で表してくるんですね。だから10分の10にしました。で、パーセンテージで表すとこれ 100% ですね。100分の100っていうのはこれ100分率で表すとこれかける100をしたらいいわけだから、100% になるということです。で、今回のこの具体例で言うと、容積率は 100% なんですけども、これルールがあって、用途地域ごとに都市計画で定められた数値を超えてはいけませんよっていうルールがあるんです。これは憲兵率のところでも一緒でした。憲兵率も用途地域ごとに都市計画で定められた数値があって、それを超えちゃダメですよっていうルールでしたよね。なので、内容的には一緒です。ただ、憲兵率の方で言うと、商業地域については都市計画で定められているんじゃなくて、建築基準法で 80%、10分の8って定められてましたよね。で、今回の容積率っていうのは、もうすべてが都市計画で定められた数値があります。用途地域ごとにもう都市計画で定められた数値があります。例えば、工業地域で言うと、10分の10、10分の15、10分の20、10分の30、10分の40ですね。つまり 100%、150%、200%、300%、400%、この中からどれか選んでくるっていう話なんですね。例えば10分の15って選んできましたと。行政側がこの敷地が工業地域に指定されていて、都市計画で10分の15と定められていたとすると、どれだけの延べ面積を持った建物を建てることができるかっていうと、150平米までの延べ面積を持った建物を建てることができるっていう話なんですね。10分の15っていうのは100分の150なんで、敷地面積が100だとしたら、延べ面積は150平米まで大丈夫なんだってことなんですよ。なので今回の具体例で言うと、これ100平米だから、これは建築基準法に違反してませんよっていう話です。で、もし、10分の15で定められていて、延べ面積が200平米の建物を建てようとした場合、それは建てれませんよってことなんですね。150平米超えちゃダメじゃないですか。150%、容積率 150% を超えちゃいけないわけだから、ここの敷地100平米に対して200平米の建物ってなってくると、これは容積率が 200% になります。これ 150%。ってことは 200% はダメですよね。150% を超えている。だからそういった建物は建てちゃダメですよ。これが容積率の基本の話です。で、今回お話ししたルールっていうのは、都市計画で定められた容積率なんです。都市計画容積率とも呼ばれるんですけども、都市計画で定められた容積率の話なんですね。で、実は容積率については、都市計画で定められた容積率だけじゃなくて、全面道路の幅に基づいて計算された容積率もあるんですね。全面道路容積率っていうものもあります。この2つの制限があって、
その2つの制限を同時に満たさなければいけないっていうルールなんですよ。つまり、まあ、今回工業地域で10分の15って定められていたと仮定したら、都市計画容積率は 150% ですよね。10分の15150で、それに対して全面道路に対する容積率、まあ、全面道路容積率が例えば 100% になったと仮定しましょう。そうするとどっちも満たさなきゃいけないわけだから、小さい方 100% が適用されるっていう話なんです。で、この点については次回のちょっと動画でお送りさせていただきます。今回は都市計画容積率だけについて解説しました。計算方法もう基本事項なんで、できればですね計算できるようにしておきましょう。もちろん憲兵率のところでお話したんですけども、もう全くこの分数がわからないっていう方はもうこの計算問題もう飛ばしてもらって大丈夫です。計算の話は飛ばしてもらって大丈夫なんで、それ以外の分で得点していきましょう。一方で今回お話した分数、まあ、これぐらいであればわかるなっていう方はぜひですね、今回の都市計画容積率だけじゃなくて続きの全面道路容積率についてもぜひですね勉強していただければと思います。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。